こんばんは,んばんは4月18日木曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら蓮池香織さんと桜井よしこさん、うん、北朝鮮の実情と拉致問題解決への道改めてゲストをご紹介します新潟産業大学特任教授の蓮池香織さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお世話になります国家基本問題研究所理事長の桜井よしこさんですよろしくお願いいたしますお世話になります リモートでのご出演です慶応義塾大学教授の磯崎敦人さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまずは改めて拉致問題の経緯を振り返りますこちら、1978年7月31日羽生池香織さん由紀子さんが新潟で失踪しました北朝鮮による拉致ではないかという疑惑が渦巻く中北朝鮮はずっと否定し続けてきましたが2002年 9月に小泉総理が訪朝し、初めての日朝首脳会談が行われ、当時のキム・ジョンイル国防委員長が日本人の拉致を認めました10月に、千村泰さん、不江さん、蓮池薫さん、ゆき子さん、曽我ひとみさんの5人が帰国、そして2004年5月、千村さんの家族と蓮池さんの家族が帰国され。 7月に曽我さんの家族が日本へ来られましたこれ以降日本は北朝鮮から拉致被害者を戻せていません蓮池さんは拉致問題解決のためにいろいろと動かれていますが特に去年あたりから積極的に発信をされていますよね、うん、今回も今日テレビの生放送は初のご出演ということなんですけれども何か心境の変化などはあったんでしょうか、うんまあ、特別 変化というのはないんですけども親の世代の方々がこの拉致運動というものを始めた、うん、家族会もそうですよねそういう方々が次々に他界されている中で、うんうん、今あの、まだ帰国されない被害者の親御さんお二人になってしまったと、はいうん、でその方々のいる間に何とかしないで、うん、また次の段階に、うんはい 言っても今と同じようにまた続けてしまうのかと考えると、うん、そうはいかないだろうとなるほどそうなった時にちょうどですね、うん、2021年ですかね、はい、家族会の方で「起源」という言葉が出てつまりこのお二人と娘さんたちが会わなければこれはもう解決じゃないと、うん、まさにこれで押していかないと動かせない。 じゃないかなというふうに思いました。うんうん、で、早紀江さんも。また、ええー、さんが、どんどん、お年を取っていかれる中で。うんうん、なんか自分としても、うん。うん うんもう少し、それまでもやってはきましたけども、さらに今、発信していかなければ、うん、う少しでもその動かす上で力になりたいなっていう、うん、そういう思いは非常に高まりましたね、うんうん、それがまあ背景といえば背景かなっていえます、ね、時間による圧迫を感じられている、圧迫感を感じているというふうに聞こえますそうですね。桜井ささんん今の長谷さんは自動機になりますか 蓮池さんが、ねはい、あのお帰りになって蓮、うんまあ、池さんは本当にあの内部のことをよく知っていらっしゃるし、はい、その発言を、うん、北朝鮮がものすごくこう注意深くチェックしていると思うんですよ帰国した人たち、はいまあ、もちろん家族会の発言もそうなんですけども、うんうん、そこでおそらくごめんなさい私推測ですけども、うん、この拉致 解決運動にね、悪い影響を与えてはいけないということを随分こう心配なさってこられたと。う,うん、はい、と私はあのそういう印象を持ってるんです。はい、ですからまああの私もあの本当はまあいろいろお話を伺いたかったし、うん。 であの橋池さんが「身長ドキュメント賞」を取りになった、はいはい、本をお書きになったのを見てもですね、うん、やっぱりあのすごくその時のご自分の気持ちが中心で、うんうん、この拉致そのものについて、うん こう確信に迫ることをあえて避けておられたと私は思うんですね。うん、だから、今お話を始められたということはね。はい、あの拉致問題に関心のある全ての人とりわけ家族会の方たち、うん、それからその救う会の人たちにとってはものすごくこう。はいこう 心強いことじゃないかなというふうに思うんです。今とっても重要なことを言われましたね。あの二十一年頃からその家族会が、その期限という言葉。で、それをね、やっぱりその政府は救い上げて、受け止めて。二十二年の十月に、やっぱりその岸田総理がですね。期限、時間の制約ということをおっしゃってるんです。で、それがその二十三年。 の5月、これ土曜日なんですけどもあの私たちの,このやっていた拉致のまあみんなを救いましょうという拉致の大会を毎年やってるんですけどもそこで総理大臣としてあの初めてものすごく明確にあの時間の制約のある人道問題だから私が直接にねあの自分の下にその。 チームを作直接私がやりますっっっておしゃたんですでそれに対して北朝鮮からその後いろんな反応が出てくるんですねだから今蓮池さんがおっしゃった時間の制限ということはね被害者の皆さん方も同じ思い。 政府も同じ思い、うん、この意味ではすごく表側があっているなということを長谷川さん、今の櫻井さんのお話を聞かれてねそうするともともとはその日本側の関係者の皆さんが感じる時間的な期限というものから動き出してそれに政府が連動してその合わさったメッセージが北に届いて北も少しそこに対してこう共鳴を始めている。 そんんなな感感じじもお感じになるんですか私はそれは感じますね、<ー>つまり北朝鮮としても、ですね、はい、えと総理が、はい、岸田総理が何とておっしゃったかというと、うん、今の状態のままだと、日朝関係の改善は困難になるということをおっしゃってるんですね、これは他でもない期限っていうのは、うん、期限が守れない場合には、それなりにどうなるかっていう結果があるわけで。うんうんはい で北朝鮮もそれを感じていいるとは思います、うん、そしてうんお親のお二人が存命中に解決されない場合に、うん、じゃあ今のこの状態っていうのがどのぐらい続くかっていうことは、うん、我々次第だと思うんですけども、うん、まあ30年40年50年、うん、いく可能性十分あるわけです。うん、そういうふうに考えた時に、まあ、え北朝鮮としては日本のいわゆる国,国交正常化によって うん、賠償金を取る、はい、まあ経済協力を得るっていうのはどこかのスパに必ず組み込んであるはずだと思うんですよなるほど国家建設のためにね自分の代でなければ次の代でもところがそれが危うくなるっていう、うんうん、そういう危機感を感じさせたいんですね、うん、また感じてるんじゃないのかなとう、うん、そういうところから、まあ、反応してきたっていうのも、うん、私はいろいろな要因の中の一つにはそれが あるのではなないいかなうん、というふうに感じてます桜井さん先ほど長谷池さんの発言は北朝鮮は非常に注視しているというお話がありました僕もそういう可能性はあると思って今日スタジオにお迎えしています、まあ、こういう話を、ね、スタジオにお迎えしたゲストに直接そういうことを伺うのはいかがなものかとも思うんですけれども長谷池かは何を言うのかというのを平壌が見ているんじゃないかというそういう自分のご自身の中でそういう気持ちで今日スタジオに来られてるんですか もちろんです<う>、はい、それはあ、まあ、私が言うことが、はい、やはり北朝鮮にかなり重みがあるものだと、うん、私はそれが、うん、出ている意味でもあるし、はいえー、私が伝えることがですね、うんえー、私の活動の中で最も重要な部分なるほど北に伝えることが、うん、それは今感じてますし。うん そういいうう思いで今日もここに出ておりますそうかそかしたらちょっと一つお尋ねしたいんですけども、はい、まあ,あの私たちずっとこの拉致、うん、救済の運動を続ける時にですね、はい、あの拉致された人たちは、はい、みんな死んでるって向こうから言われてるわけですよね。はい、で私たちは蓮池さんもそうだと思うんですけども、うん、そうじゃないですよとみんな生きてますよと。うん 北朝鮮が言ったそのこの何年何月に死にましたって死亡の事故だとか病気心臓発作だとか交通事故だとかいろんな理由をつけて死亡年月日を我々に示しましたけどもその後もずっと生きてたってことはまあ私たちそれなりの情報を持ってるわけですね。にもかかわらず 日本国内でもうその死んでるんだっていうことを言ってる人たちとか、うん、まあそういう出版物も出ていることに対して私は非常にある意味憤りとね、うん、あの心配をしてるんですけども、うん、そういったことも今日清家、うん、さんがこのお話になる背景理由の一つとなっていますかはいもちろんんです私具体的には名前を挙げませんが、はい 今あの雑誌にそれについて具体的に書いておりますしかなりり反響はあるといいううふうに聞いております私の原則的な私の今考えはその我々帰ってきて20年という歳月に経ちましたけどね、帰ってくるその段階においては全員生存している。 彼らの都合で死亡というふうにしなければならなかった、うん、そのために無理やり亡くなったというストーリーを作り上げた、うん、それがあまりにも稚拙であり、うん、で我々がそれを否定した、うん、この事実はもう私はあ断定的に言えると思いますし。うんうんうん もちろんテレビの前でなかなかそういう機会はなかったかもしれませんけども私はこれを講演等でもう10年来伝えております横田めぐみさんについてもそうですし松本留美子さんについてもそうですそういう意味では今日お伝えしたいのは一つは重要なところは「北の解決済み」というものは我々は絶対受け入れられないと。 いうことを伝えに、今日出てきたっていう意味もあります。うん、もう非常に重要なメッセージでね。うんうん、まあ、私たちずっと、その、みんな生きてますよと言ってきたんですけども。蓮、はい、池さんがね、うん、現地で、この拉致された日本人に会ってるわけですよ。うん、そして、どういう生活をしているかってことも、本当によく、まあ、ご自分のこととして、はい、あの、ご存知なわけですね。うん、その方が、あの、今死んでしまったよという、うん、いろんな、まあ、これ。 偽情報ですよね、はい、そういったものに騙されて、うん この日本の世論がね揺らいだり政府が揺らいだり一部の政治家がそ,そんなことをそれを利用してですね日朝国交正常化を先にやってその経済援助を先にやってみたいなことを言う人もいるんですけどもそういった動きをここでバチッとこう止めるという役割にを果たすと思うんですねだから私今ちょっと隣でねあの聞いていてこういったそのメディアに出てはっきりとおっしゃってくださったってことにとてもこう深い感動 と覚えてますありがとうございます、うん、2004年以降進展がない拉致問題ですが今年に入って北朝鮮から日本へのシグナルが発信されているようにも見えますこちら見ていきますまず1月5日金正恩総書記から岸田総理にあてて野党半島地震の見舞いの電報が送られました、うん、北朝鮮が友好国以外に電報を送るのは非常に珍しいことで岸田総理に対して核 かという継承を用いたことも注目されました2月には金総書記の妹のキム・ヨジョン氏が談話を出し岸田総理の訪朝に言及しましたが林官房長官は会見で留意していると,のと、えー、述べるにとどめました3月には金与正ジョン氏が談話で最近も岸田総理は異なるルートを通じて金総書記に直接会いたいという意向を伝えてきた重要なのは日本の政治的決断だ 拉致問題に依然没頭するなら人気取りに過ぎないとの評判を避けられないと言及これに対し林官房長官が会見で拉致問題がすでに解決されたとの主張は全く受け入れられないとけん制しましたすると翌日金与正氏が 日本側とのいかなる接触も交渉も無視して拒否すると態度を強下させました。羽生池さん、今年に入ってから北朝鮮が出しているこのシグナルどう読み解かれますか。うん、えー、っとですねあの私が4月3月の25日それから26日の談話それからその2月の15日でしたかね、はいはい、見てて感じたのがですね以前と違う。 で賠償とか経済協力っていう言葉がまあ一切なくなっているんですねで。代わりに何が入ってるかというと、まあ、拉致はもう、えー、扱わないと扱ってはならないっていう表、うん、そういう,こう主張とともに度々繰り返されているのが、うんえー、政党防衛権とか、はい、主権の権利とか、はい、またはその自衛権とか とということですよねつまり核保有国として自分たちが進んでいることに対して日本はまあ口出しするなとこれが非常に目立って,ってる感じがするんですね。とするとん彼らは日本に対してまずこの面で日本が譲る 譲歩するような動きがあるのかどうかということをまず確認をしてきてでおそらくです、ね、日本がとこの問題で話し合うというよりは次期大統領アメ,リカアメリカとの交渉の中で、はい、日本が以前にハノイ会談の時に核問題における情報は許さない。 そのまあ、やらないでくれと、はい、そういう意味でその交渉の段階に行った時に日本にそれを口封じをさせる、うんはい、そういう思いが一つあるんじゃないのかなと、うん、あの安倍さんがトランプ大統領にちょっとピン止めしたねそういうことを、はい、今、うん、日本側に植え付けておいて。 るひょっとするとその時に拉致問題を持ち出してきて、うん、この拉致はちょっとやってみようと、うん、しかしこっちでは口を出すなというような,、うんうん、なんか先を見た、はい、そういうこう。うん ななんか狙いががあるような気がしますそれで日本に対する経済援助とかは諦めたわけでも何でもなくてその後自然に転がり込んでくると、うんうん、アメリカとさえあれば帰ってくると一つ狙ってたところを二つにしたっていうふうに私はなんか感じて感じられてしょうがない、ね、そうするとす、ね、その例えばその今回の,そのさまざまなメッセージの一連のメッセージがですね、はいはい 日本に対してのメッセージの形は取っているけれども米朝協議をにらんだ、まあ、新大統領ないしはまあまあ継続かもしれないバイデンかもしれないそのアメリカとの米朝協議に向けた布石を今、準備の段階を打っているとすればですよ。<laughs> その,さっきその中に今、長谷さんが言われたみたいにじゃあ米朝協議異なれるとき、まあ、つまり、その場合は核,核保有国家としてアメリカが認めるかどうかという話も当然出てくるんですけどもそれと合わせて拉致問題の解決も北はそこに含んでいるというふうにそういう趣旨の話もされる我々はじゃあその北のこういったメッセージを、うんうん、拉致問題解決に向けた薄いそこに一筋の光があるという,ふうに見ていいのかもしれないですね。<ー> 日本に対して拉致問題は論議しないぞとそれから、ね、核,核問題も、えー、口出しするの、うん、は自衛権だからとじゃあ日本と、うん、日本がどういう立場でいるかっていうのはもう百も承知なわけで、うんうん、やるだけ無駄な話だと思うんですよそれをわざわざ、えー、トップの12、はい、がですよ、うんうん えー、金正恩委員長が正月、うんうん、それからその後金正恩与正副部長が言ってきてる、うんうん、わざわざトップ最高位が2人出てきてここまで言うっていうそういうただ軽薄な目的のためだけに、うんえー、やってるのかというと、うん、やはりそうは思えないわけですよなるほど次の段階にやるための布石としてこれを出してきた。 あらかじめ大体は分かってた、うんはいたので今回、バサっとこう一旦切ったけども決してこれが日本との交渉を断ち切ったと私は思いませんし近い将来必ずこれを布石にして米朝が動くような時にもう一度やってくるその時が正念場ではないのかなというふうに考えてます櫻井さんはどのようにお聞きになりましたか。あのー アメリカの大統領選挙を見据えてメッセージを出しているというのはその通りだろうというふうに思いますねでここで私たちがいつも意識しておかなければいけないのは、うん 北朝鮮が何を求めているかということなんですよ。うん、彼らは金正恩と金ョンと、うん、いわゆるキムファミリーのその存続。あの自分たちの身の安全と、うん、その今のその状況がですね。ずっと続くことを。うん、あの一番重要事だと思っているわけで。はいはい、まあ国民が飢えていうが何にしようがダメあの。 気にかけてないわけですけども、うん、でも自分たちの政治をやっていくためにはやっぱり経済力がいりますよね、うんで。もちろん軍事力もいるけども、軍事力の基本も経済力ですね。はい、その経済が今めちゃくちゃなわけですよ。あのまあ、いろんな数字がありますけども、はい、去年1年間だけで200回も暴動があったとかですね。うん、それからまあ飢え死にする人も出ているとかですね。はい、そしてそのあの北朝鮮の住民が韓国からいろいろ入 入ってきたこの物資とかの、はい に情報が入っててき韓国の人たちの方がよっぽどいい生活をしてるんじゃないか楽しく暮らしてるんじゃないかというので北朝鮮の若者たちが韓国に憧れるということが起きてるわけですねだからピョンヤンの言語を大事にしようとかですね北朝鮮の文化伝統を大事にしようというこれ法律を矢つぎ場に作ってるわけですば 金正恩が言ってるのはです、ね、あの東欧のような例があの起きるかもしれないと、うん、東ヨーロッパはその、はい、ポーランドとかそういったところがどんどん民主化していってソビエト連邦がもうあの崩壊していったわけですからそのようなことが起きるかもしれないという趣旨のことを、うん 約2年年年ららい3年ぐらい前かかな21年でしたかねもう言ってるんですね。うん、で実際に法律を作ってそういったものを全部シャットアウトすることをやりました、はい、で先ほど申し上げたように経済的には非常に困ってるわけで、うん、で日本から資格のお金をもらうことができないでアメリカでそのトランプさんとキム・ジョンウンの会合の中で、うん、トランプさんはシンガポールではね、うん、手立て1対1の一番最初の時に、はいうん 拉致問題を言ったんキム・ジョ金正ンがびっくりするわけですねうん、うん、あんたに関係ないのに、うん、なんでこの日本人のことを言うんだってまあそういう言い方したかどうか分かりませんけれども <laughs> まあそういう趣旨の反応を示したそしてトランプさんがおっしゃったのはですね、うん、アメリカは絶対北朝鮮に金出さないと、うん、核とミサイル諦めろと、うん、でそしてあの拉致の被害者を返してやれと、うん、そしたら心臓が 君にすごい金出すんだから。そそれでその 北朝鮮経済がうまくいくじゃないか、うん、お金を出すのはアメリカではなく日本ですよということをトランプさんはたびたび言ってるんですねでアメリカは拉致とあごめんなさいミサイルと核をやめろと言って、うん、それをまあ彼はベトナムにおいて騙したキム・ジョンンが騙したからそこで決裂してしまったわけですね。でこれれはもももちろんあの安倍総理の,その助言もあっったと思いますけどやぱり 我々の側として注目すべきはここで譲ったらダメなんだと北朝鮮というのは困った時に交渉に出てきて交渉に出てきたら嘘ばっかりつくんですそれに騙されてはいけないのであってでも彼らが欲しいものは金王朝の存続であり安寧であるそれにはお金もいるということを考えればね日本しかお金を出す国はいないわけですからここで私たちは。 あのもちろん北朝鮮は日本を通してアメリカを見てはいるんですけども、はい、我々をね通してアメリカを見ても、うん、我々を無視したらどうなるか分かってるのかということをですね、うん、メッセージとしてやっぱり毅然として伝えなければいけない。うん 日本国はやっぱりこの拉致の被害者を一括して取り戻すことなしにはですね未来、英語国家足りえないんですよ独立国足りえない私たち今その瀬戸際にいて家族会の方もよく分かってるし救う会の人もみんな分かっててここでとにかく被害者を取り戻すそのことにおいては1ミリもぶれないようにしようそれが我々の務めだということでやってます。だからそううい まあ北朝鮮がどういったあの目的を持っていようと、ですね、うん、そ,のそれに騙されないようにして揺らがないことが今、求められていると思いますね、うん、磯崎さん、米朝協議を進展するときに、日本は北朝鮮の核・ミサイル問題に対して、どういうスタンス、取るべきなのか、はい、北朝鮮の核・ミサイル問題、当然、日本の安全保障にとって重要な問題ですから、はいえー、しかし、日本が直接北朝鮮と同じ土俵に立ってですね、うん、 交渉するのは難しい問題になっている以上、うん、米朝が動くときに、アメリカに対して日本の利益をどう滑り込ませていくかっていうことですよね。はいうん、アメリカがあ非核化という大きな目標を変えないということですね、うん、究極的な目標は変えないけども、うん、その前の段階で暫定的な合意をしておこうっていうんであれば。うん どれぐらい日本とアメリカが調整できるかということになろうかと思いますがまあ究極の目標は変えないということが重要であるように思います究極の目標は変えないけれどもまあとでまあ多少先を言れてもいいですよその暫定的な措置みたいなねいわゆるその核をゼロにする完全廃棄をに向けての第1ステップとして今ある核でこれ以上増やさないとか何とかしないというようななんて言ったらいいんですか。 うんいやおっしゃる通り、<そ>アメリカでは、そうですよね、ワシントンではもうそういう話がかなり本格的に言われるようになった、主張されるようになったように思います、どちらが現実的なことかなのかということですよね。 まあ北朝鮮、非常に交渉が難しい相手ですよ、<ー>トランプ大統領は3回キム・ジョン国務委員長と会って、うん、そして非核化を実現できなかったわけですから、なるほどアメリカの大統領でさえ、非常にやりにくい相手であるということを考えたときに、妥協するのがいいとは到底私は思えないですけれども、うん、あまりにもこうハードルを上げすぎてしまった結果、うん、何もしないよりは、 例えば2018年にシンガポールで米朝首脳会談あった年は、一発のミサイルも撃たせていないわけですよ、北朝鮮は2018年、核実験1回もしていないし、ミサイル発射も1回もしていない、うん、金正恩政権下、唯一の年だったわけですよね。うんうん、今のようにミサイルがばんばん上がって、軍事偵察衛星も打ち上げてっていうよりいいのではないかという話が、ワシントンではまあ本格化しているように思います磯崎さん、うん、それ、つまり、拉致問題と、 核の限定的な一部、日本が容認する、譲歩するということのバーターに聞こえます、そういう理解でよろしいですね。まあなんかこう条件説があまりにも多すぎるんで難しいんですけれども、うん、拉致核ミサイルで、はいえー、日本人の生命を救うのは日本政府しかないわけで、うん、拉致問題先行っていうのは日本がすべきことではあると思うんですね。実際に米朝首脳会談1回目のこのこ 前には、うん、拘束されていた、北朝鮮に拘束されていたすべてのアメリカ人をトランプ大統領は奪還しているわけですから、はあ、日本人の生命を守るのは日本,人しか日本政府しかないというのは、それは事実であると思櫻井さん、今の磯井さんの話、拉致問題、違ったら磯崎さん言ってくださいね、僕が聞いて、理解した限りでいうと、拉致問題解決に向けた核・ミサイル問題。 米朝協議の進捗に合わせて日本もそれに補充を合わせるような一定の情報が必要なんじゃないかというふうに聞こえましたいかがですか今磯崎さんおっしゃったようにですねトランプさん3回あっても、はい 北朝鮮にその核を諦めさせることできませんでしたねとおっしゃった。うんうん、その通りなんですよ。だって、彼らはトランプを騙そうとしたの。はい、でだ騙しきったと思ったら、トランプが見,あの見破って、それでもうランチもしないで決裂したわけですよね。だから、北朝鮮の言うことというのは信じられないし。北朝鮮は自分たちの生存を確かなものにするために、核とミサイル諦めないと思った方がいいと思う。なるほど。一回持たせてしまったら、なかなかこれは取り、あの、うん、戻す。 その場合どうするかってことを私たちは考えておかなければ、はい、いけないけどもちろん北朝鮮の,その核とミサイルをその廃棄しなさいという要求は続けるし、うん、国際社会と一緒に制裁は続けるけれども、うん、これに対して今私たちが現実的になって、うん、私たちの国は中国の核ミサイルロシアの核ミサイル 北朝鮮の核ミサイルこれに囲まれてますねと、うん、それに対してアメリカが持っている戦力というのはこのくらいでしょう、うん、具体的に数字も上げて、はい、比較考慮して、うん、どれだけの危険の中に我々がいるかということを、うん、まず国民全員で私は共有すべきだと思います。 では我々がそれを防ぐにはどうしたらいいかということで、うん、私たち今ものすごい勢いでですね<う>安全保障のことについて理解し、うん、備えるための行動を起こさなきゃいけない、うん、で私は北朝鮮に対してこれはもう力と力のバランスですから、うん、その言葉だけで、まあ、外交も大事ですけども、うん、やりますけれども、うん 力と力のバランスという意味で記者さんがやったその安保三文書、はい、まずそれをも,うものすごい勢いでやる、うん、安保三文書の言った2%では絶対に足りませんよ。うん 足りないからもう1年2年したらね円安にもなってもう予算が全然足りないんだからこれもう1回国民が議論をして議論をした上で増やしましょうというようなところに現実的にいかないとこのようなその核とかミサイルとか持って自分たちはこの力を持って現状変更できるんだこの力を持って 気に入らない国はやっつけることができるんだと思っているような北朝鮮に対してそういうことは許されないんですよということをきちんと示すことが国家として大事な時だと思います、うん、橋池さん、はい、ここで今お二人に言われているよ話をね。 やった時にそうこれは北朝鮮との向き合いにおいてですよ拉致問題解決に向けてじゃあ人道というパッケージでやりましょう解決したら人道支援を日本から送りますもしかしたらその先の経済支援なんかもやるかもしれませんそこから日本から北朝鮮に対して一定のお金、資金が流入するその資金が流入した資金によって北朝鮮が核ミサイルの整備をする可能性。 僕十分あると思いますよで一方今のお話だと北朝鮮の核ミサイルに関しては米朝協議が進捗しているんだったらそれに対して日本がこれ絶対ダメだというふうに言うのではなくそこに一定の補充を合わせる必要もあるんじゃないかというのお話でもあったように聞こえます北との向き合い方今日のテーマそれなんですよ長谷池さんからお話になってそういう北朝鮮との向き合い方はありですかなしですか私はうん条件付きですね<う>つまりどういうことかって言いますと今 北朝今あの、韓国はです、ねはい、アメリカの中間措置論に対して非常に警戒心を高めています、つまり中間、うん、<ょ>措置を取ることによって、はいはい、その段階で北朝鮮はそれ以上核、うん、非核化を進めなくなるだろうと、はい、しかし、その段階においてはロシアや、まあ、まあいわゆる安保理の制裁の一部は解除されるだろうと、うんうん、ところがその後中北朝鮮がそれをやめてもですね、うん じゃあやめたところで、じゃあ、復活だと、制裁、うんうん、その時にロシアは中国、どう出るか、明らかにこれはもう拒否権、全、ま、然、あ、乗らない、乗らないと思、そうすると実質的に核開発をしながらも、<laughs> ね、実質的には経済制裁が解除される、そうするとインド、パキスタンのように、そう結局はその核保有を認めることになってしまっている、はい、韓国、が非常に警戒をしています。はいはい つまりこのアメリカの主張と韓国の主張の中に差違いがあるとすると付け込むのがそこなんですよ、北朝鮮が。だから私はまずですねその、えー、今、軍事力というかいろんな軍事演習等で日米韓共同、軍事的にはやってますけども北朝鮮に対するプロセスにおいての3国間の,この、うん、共有、うん、意見の統一、うん って言いますかそれがちょっとこう弱いのかなとだから、そういうことはまあ長期的にまあ核ミサイルに対処するというのも必要ですけども当面、そこに付け入れないようにすることが北朝鮮が日本を揺さぶることもできなくなり最終的には拉致問題に向かざるを得なくなるという遠回りですけども1つの,その方向性に。 ななるのかなと思うんですそういう意味ではアメリカとの協議、うんうん、韓国とも含めてですね、うんうん、じゃあ北へのアプローチの仕方をどうするかっていうものをしっかり詰めて共通認識共通の方向性を持つべきだとまずそれが基礎に基にあると。